八神徹さん58歳の誕生日本当におめでとうございます。爆竹に関しては特に誰のファンとか誰クラスターとか誰吉っていうことはなくて、メンバー皆さんこう尊敬してるんですけど、ただ改めて誰尊敬してますかとか誰のファンですかと聞かれると、僕の場合は八神徹さんの名前を挙げることが多いですね。とにかくおめでとうございます。これからも元気で活動してください。今日は八神さんのことを語る動画です。ではよろしければ最後までご覧ください。はい、皆様おはようございます。こんにちは、こんばんは。8月19日に、この YouTube で撮影してます。僕にしては珍しくリアルタイムで撮影してリアルタイムでアップしようと思ってるんですけど、まずこちら30周年の時に出たフラムっていう日本酒ですね。これまだ手つかずで3本残ってます。なかなかね、もったいなくて開封できなくていますけど、あとこちら自伝とか、あと用意はしてないんですけど、料理する時には八神徹さんのエプロンも使ってたりしますし、この間出た拡大鏡も買ってて、まだ今の僕には倍率が高すぎてちょっとぐるぐる酔っちゃうんで使ってないんですけど、まあいつか拡大鏡も使うことが来るでしょうね。で、僕八神さんのドラムで特に好きなのってこう3つぐらいパターンがあって、多分その共通点だと割とシンプルに叩いてるところなんですよね。だから多分八神さんの元々の持ち味みたいなのが僕好きなんだと思うんですけど、分かりやすいところで言うとアシュラのイントロですよね。疾走感はあるけど、結構多分僕ドラムやったことないんで分かんないんですけど、シンプルに叩いてるような気がするんですけど、つったか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 ってね、あれ疾走感あってかっこいいですよね。僕アシュラの曲が好きなのはそこの始まりっていう部分が大きいんですよね。であと八神さんの曲で好きなのはそれこそコヨーテみたいなアップテンポな曲でもないしバラードでもないような、その間にあるような曲、すごくこう好きってしか言えないんですけど、であともう一つのパターンがね、ジャストワンマーキスとギャラクシーの途中にある部分なんですけど、もう YouTube で音楽流せるんだったら流してここの部分が好きっていうのを言いたいぐらいこう明確にあるんですけど、ジャストワンモアピース、ギャラクシー、割と共通してる、まあ、僕の中で共通してね、音楽的には分かんないですけど、かっこいいなって思って、八神さんのドラムね、そういうプレイリストをこう iTunes で用意してたりもするんですけど、で、僕、音楽を聴くようになって、でもあんまり雑誌でインタビューとかは読まない方なんですよ。最初バービーボーイズぐらいから入ってブルーハーツにドハマりして、それから爆竹さん X さんに来たんですけど、音楽雑誌でインタビューを読むのってブルーハーツさん爆竹さんぐらいだったので、どうなるかっていうと、まあ、ブルーハーツさんの場合はレコーディングの時メンバーが一気に集まって一斉に音出して一発撮りみたいな感じだったと思うんですね。その後爆竹さんのタブーとか聞くようになって、その頃バンドスコアとかタブフとか出てますよね。それ見たらなんか爆竹さんってギタリスト2人なのにギター3本使ってるっていうの結構驚いて、どうやってやってんだろうって思って、そこからだんだんこう、あ、ライブと音源は別物でドラムを取ってベースを取ってギターを取って最後にボーカル重ねてそうやってレコードって作ってくんだなっていうのをこう分かったっていうか、でその中でねインタビュー読んでて、割と爆竹さんの場合ってドラムとベースのリズム隊の2人で事前にリハーサルやりましたっていう発言が多かったので、僕割と5年10年とかじゃなくてもっともっと長い期間にわたってバンドっていうのはリズム隊リハーサルをやるもんだって信じて生きてきましたからね。そのぐらい爆竹さんの影響が大きくて、なんかある時爆竹さんの解雇かなんか読んでたら、いやそんなリズム隊リハーサルとかやってんのって爆竹とどっかのバンドぐらいだよって言われたっていう話が持ってて、あ、そうなの、他やんないんだって思ったりしましたね。だから爆竹さんってこう割とボーイの後釜でもないですけど、ポストボーイって言われたりして、その割にこう格好だけで下手くそなバンドって言われてた時期もあったんですけど、あったんですよ昔。今の最近ファンになった人たちはピンとこないかもしれないんですけど、昔爆竹さんってこう下手くそってなぜか言われてたことあって、ただ僕は下手だと思ったこと一回もなくて、悪の花が出た後にハリアプノードを
再販されて、これ聞いた時も特に違和感なかったんで、最初からそんな下手じゃなかったんだと思うんですけど、なぜかこう世間では爆竹さんって下手だって言われがちで、まあ見た目のインパクトのせいなのかな。爆竹さん最初から僕上手いなと思ってたんですけど、そこら辺やっぱり山上さんと樋口豊さんでしっかり土台を作ってたからなんじゃないかなと。ストイックにこう練習してきて、それでまあ今もあるんだと思うんですけど、この真面目な部分っていうのが最初のうちは分かんなかったんですけど、だんだん分かってきて、山上さんが本当にストイックでドラムに取り組んでるおかげで、まあ爆竹さんもねえ、爆竹さんってやっぱりこう5人のメンバーでメンバーチェンジせずに続いてるところとか、桜井さんの顔面の良さとか、今井さんのトリッキーなところとかがこうフィーチャーされがちなんですけども、しっかりこう土台を支えてる矢上徹さんのストイックさが合ってるものだなと思ってますので、本当に僕矢上さんのことを尊敬してまして、なので60歳の還暦記念の東京ドームライブが実現したらいいなって本当に心から思っております。というのも、爆竹さんの東京ドームライブの時って僕、まあ爆竹さんのファンになりかけというかファンではあったんですけども、高校3年生の時で一人で旅行したこともないというか、一人でコンサートに行ったことも多分なくて、そんな僕が受験前の時に一人立って東京に、県外に僕に出たこともないのに東京に行ってコンサートを見るっていうのは、多分人生を何回繰り返してもあの時のライブに行くっていう選択はしないと思うんですけども、本当にその東京ドームライブに関しては見たかったなって今でも思う、一番こう大きい後悔でもあるんですよね。確かビデオを回す発想とかそういうのなかったっていう発言を見たことがあるので、多分東京ドームのライブに関してはなかなか映像作品として出てくることはちょっとないのかもしれないんですけど、それだけにね、爆竹さんが再び東京ドームのステージに立つことがあったら絶対駆けつけたいなと思っております。そうだね、あの頃30年経ってこんなに爆竹さんにその時以上にハマってるなんて想像するわけもないからね、本当に30何年かぶりで実現できたらいいなと思ってます。今日この後 YouTube で爆竹さんのいろいろあるので楽しみにしております。ではまた次回の動画でお会いしましょう。